はい、地域おこしチャンネルの安藤です。今回は、稲作一発目ということで、このライスセンターの、除雪をしたいなと思います。このライスセンターで種まきとかですね、作業を行いますんで、それまでの下準備というか、あとお米の出荷とかもありまして、ここに、出荷するお米があったりしますんで、今日のうちに、実はね、午前中は雪が降っていたんですけど、3月のね、下旬なんですけど、まさかの雪ということで、ただ今後の天気予報を見ると、本当に今日がピークかなというところで、今後雪が降らないということでね、今日除雪しようかなと思っております。はい、というわけで早速やっていきたいと思います。はい、ちなみに今日は3月の22日、金曜日、ただいまの時刻は1時40分です。はい、
はい、途中経過ですが、とりあえずここまで終わりまして、まあ、ようやくこの扉が開くようにはなったのかなっていうところで、ちょっと3時から会議がありますんで、これで一旦終わらせまして、でここちょっと残してあるのは、ここら辺にあの米ぬかの肥料を、まあ雪降る前ですねに、あの仕掛けてあるやつがここら辺にあるんですけども、ちょっとあんま攻めすぎるとあのかぶせて あるシートを巻き込んでしまうので、ちょっと後回しにして後で、境界線をほじくって、その後に、もう一回やりたいなと思います。まああとはここがかなり、ボスかなっていう感じですね。まあ、というわけでちょっと一旦やめます。はい、ということで先ほど会議が終わりました。まあ、ただいまの時刻は3時35分となっております。で、ここの下にね、米ぬかの肥料が、まあ、カバーにかかった米ぬかの肥料が眠ってますんで、ちょっと巻き込まないようにどこにあるのかというのをこうあのスコップで探っていきたいと思います。
はい、ということで、最低限のエリアは、除雪が、終わることができました。例年に比べて雪も積もっていないので、それでも、1段2段に分けて、やるぐらいだったんですけど、それでもやっぱり積雪がほとんどねなかったんで、非常にやりやすかったです。最後あそこの一角ですね、肥料が眠っているところのシートの部分がちょっとね大変でしたけど、無事に終わって良かったです。最後というかあそこの一部分はちょっとボス、あれはちょっと今回は手をつけないで、置こうかなと思います。3日後ですかね、ここにトラックが、出荷のねトラックが来るので、そのための準備ということで、今回やりました。最後まで、ご視聴ありがとうございました。はい、終了時刻は4時20分でした。はい、こんな感じですね。先ほど締めの挨拶をしたんですけども、ちょっと前後しちゃうんですけども、充電が切れる限りはここの部分を除雪してみたいと思いますんで、ちょっとやっていきたいと思います。